とある方法でダニ・アウベスの懲役年数をネイマールが減らした模様。スペインの裁判所は22日、バルセロナのナイトクラブでの強姦罪で訴えられていた白人サッカー選手、ダニ・アウベス被告に対し、4年6ヶ月の実刑判決を言い渡した。この裁判は2022年12月に、ダニ被告がバルセロナ市内のナイトクラブで、当時23歳だった女性に対し、トイレで性行為を強要した嫌疑に関するものだ。判決では、外出許可なしの4年6ヶ月の禁錮刑が命じられたが、原告側が求めた刑期の12年や、検察側が求めた9年を大幅に下回った。実刑年数軽減の背景には、同被告がバルセロナ FC 時代の同僚だったネイマールの家族の助けも借りて、90万である、15万ユーロの罰金を支払っていたことがある。そんなのありかよ。この制度がバカバすぎるでしょ。いろいろな部分に、ブラジルって国の良さと悪さを感じるな。お金で短くなるんだ。良いことなのか悪いことなのかは置いといて、兄貴分を助けようとする、ねえかっけーな。時短にしちゃいけないような。もっとお金払えば、実質懲役なしにできるやん。これでネイマール批判してるやつ意味わからん。制度を使っただけやん。地方腐ってて草。ネイマールが出した金が被害者の心のケアとかに使われるなら良いと思う。結局お金の力は恐ろしい。